こんにちは、ゆうです。ちょっと画角がなんかおかしいな、位置が。はい、バズダのお時間です。今日誕生日の方おめでとうございます。はい、今日はね、無課金サブサブアカ闇属性縛り長老をやっていきたいと思います。長老お久しぶりになった理由がですね、長老の端末が入ってたデータが、ちょっと紛失じゃなくてちょっと壊れてしまって、急遽ね、別のデータにソフトじゃなくて端末に入れ替えてるんで、これは iPhone ね、第一世代の SE に入れてます、今。だからね、今後ね、ちょっとなかなか動画にしにくいかもしれないです。もしかしたら。生放送も耐えれないでしょうね、これ。まあまあ、そんなわけでね、はい、今日久しぶりにね、長老のお披露目ということで、はい。結構ね、どこの村の長老ですかって聞かれるんですけど、はい。僕も知りません。はい。適当につけました。はい。今日はですね、はい。こちらを引いていきたいと思います。長老でもね、ハロウィンガチャ引いていきたいと思うんで、ちょ本当はね、クエスト15の、柴犬丸でちょっとミスっちゃったんですよね、立ち回り。で、ちょっと撮影時間の影響で、今回は連続、2日連続で申し訳ないんですけど、ガチャ動画となります。クエストの動画はね、明日あげれる、撮ってる時間あるかな、ちょっとね、デスクとかがね、届いてね、新しいデスク、とチェア、今日はね、限定メンバーシップさん、限定配信で組み立てさせていただいたんですけど、はい。明日はテーブルと、はい、防音材ですね、はい。それはね、その前に、ファイナルファンタジーコラボね、実はね、引いてるんですよ。もう今更動画にするの、あれやと思って。これが出ました。はい。これね、闇属性ね、結構抑えてるんですよね。セフィロス2体と、セシルカ。はい。で、クリスタルに関しては、まあ、極限種も1体引けたし、で、実はこれチョコボシ、この前引いてて喜んでたやつなんですけど、前回の動画で、はい、引いてるんで、ファイナルファンタジーはね、もういいかなと思って、はい。どうせならね、ハロウィンの方がね、今ね、強キャラ多いんで、でハロウィンがちょっと、ま、尺稼ぎみたいに申し訳ないんですけど、ハロウィン、闇属性がね、結構ね、もういなくて、はい。ハロウィン、コロシアム、臨死や降臨もね、挑んでも、まあ、挑むことは可能なんですけど、はい。ちょっとどうせならね、作りたいね、奇跡も欲しいんで、今これだけしかいないんで、チャコルしかいないんで、なので、ハロウィンガチャ引きたいと思います。はい、まずはメルカーですね。開催記念ハロウィンガチャ引いていきましょう。星7以上確定は別途ね、また引いていきたいと思います。はい、ま、動画にしたいと思います。11月1日23時59分前、たけしの誕生日までです。僕の愛犬の柴犬のたけしです。はい。だから、サブアカは柴犬丸という名前でやらせていただいております。あるらうね。はい。ジャック・オーランタンですね。はいはいはい。いいでしょうかね、武器は。まあ、無料からね、まあ、L 字武器にもなるしね。はい。バインド覚醒無効状態、全ドロップ強盾。人の名前決定。それでは、3連、霹靂一戦、3連、いきたいと思います。3連じゃちょっと弱いね。待って、なんか、録画ソフトになんか、ちょっと待って。マジで。なんてない。ベルドさんか。ベルゴさんやったら知ってるけどな、よ。はい。ちょっとね、一応闇で縛ってるんでね。って言ったら、ポーンって開くなよ。ちょっと確定演出ぐらい見してみんや。ちょっとお口が悪いんですが。それではね、石使って引いていきたいと思います。はい。ユーザー情報の購入履歴の無料配布25個でございますね。25個もあったらね、5回引けるんで、はい、5連続のはいかない。もう狙いはもう一点縛りですよ。一点縛りでもないんですけどね。マドゥ、ネレ、キョウリ。はい。なんなら、キョウリ。はい。いきたいと思います。ほんまに。出しますわ。ダイヤからしないと、お話にならない。ちょっとね、艦隊組めそうなんですよね。ハロウィンバンパイアロードってもう、どうなんって感じですね。はい。3ターンか。3ターンでループできるんか。でも回復できひんから。あ、でもハーデスドラゴンと組み合わせたらワンチャンあるかもしれんな。よし、じゃあ2回目行きましょう。闇に出しばってんね。
闇で縛ってんねんでって言おうと思ったらちゃんと闇属性出てきてくれるけど、もうちょっとええとこ欲しいな。これ5体やからループできるな。もう3回目ですね。はい、3回目ということはハロウィンは31日かな。よしよし、きゃ、いやー、新聞ライラはこれループできるんじゃない？ループできますね。あー、じゃあライラで回ろう。レイシャ。そうだ、あと2回ね。あと2回。ほんまにあと2回。ほんまにあと2回。ほんまにあと2回っていうか、物理的に。よし！うわー！ちょっと待って。何回、ヴァンパイアと、ちゃんと闇属性出てきてくれるのはいいんやけど、あの確定演出で できた時だけ、あ、ボックスパンパン、ちょっと1個おります。はい、ボックス開けてきました。ラストね、ボックスパンパン演出が入るということは、もうこれはね、もうあれですね、ラスワンじゃもうあれですね、収まりきらないほどのレア度のキャラが出るということでよろしいでしょうか。僕はそう思っております。それではハロウィンガチャラスト1回回していきたいと思います。距離よっ、ああ、ちょっと、距離の面影もねえやんけ。それでは結果見ていきましょう。はい、こちらですね。はい、見事にね、闇属性のね、低レア度って言ったら失礼なんですけど、このキャラたちに低いレア度のね、一緒か。渋いわー。これは渋い丸太鼓ですわ。なんでモンスター交換じゃちょっと見ましょう。見ましょう。あ、ハロウィンベルザンディなんて交換できるやん。まずい交換できるやん。距離、じゃあすごいやった、これ。いやー、ちょっとねー、マドゥーはありよりのありかと言われれば、ありよりのありやな、これ、弾的に。マドゥーねー。芝ドラおらんからね、使えない一応ルールなんで。いや、でもこれな、ハロウィンはまだ始まったばっかなんでね、11月1日、僕のたけしの誕生日まで、芝居のたけしの誕生日までなんで。まあ、今回はね、このマドゥを交換するかどうかの新数画面でお別れしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。ここら辺でね、本当にお開きにしたいと思います。ちょっと雑談多めやったんですけど、ちょっとね、はい、もうあと30分後にね、阪神の CS が始まるということでね、私も若干もう焦ってるんですよね、撮影時点で。はい。それでは、この辺で皆さんも最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。今回のお相手は私、ゆうと、サブサバカ、闇属性縛り、長老でございました。ね、皆さんもどしどしじゃなくて、ぜひね、距離とかね、どの使用加減がね、ほんまにね、闇属性で縛っていく上で、ちょっと狙っていった方がいいのか、ちょっとね、アドバイスいただけたらと思っております。本当に明日はテーブルと、防音材が届くんで、まあ、明日もね、そう組み立てないといけないんで、はい、ちょっとね、15位取ってる時間あるか分かんないんですけど、はい、もしかしたら明日15の動画かもしれません、クエストね、芝居の中で、はい。それではね、本当にお開きにしたいと思います。はい、お疲れ様でございました。一生で言ったな、この動画中、今回。